ネオジオンはアニメ作品群ガンダムシリーズのうち宇宙世紀を舞台にした作品に登場する架空の組織。同シリーズ中には同じ名を持つ組織が3度登場するがリーダーとその存在理念は大きく異なるため別組織といって差し支えない。第一次ネオジオン構想の抗戦団体であるネオジオンとはハマーアンカーンを領袖とするジオン広告残党組織アクシズが グリプス戦役終了に伴い、解消した新組織名である。その目的は、ザビ家が支配していたかつてのジオン公国の復活であり、ドズルザビの長女ミネバ、ラオザビを擁するが、実質的な指導者は、摂政のハマーンである。公国時代の復活が目的であるゆえ、終戦条約を結び戦争を終結させた上、親、連邦に転換を図った。 サイド3のジオン共和国を正当なジオンの国家とは認めておらず、戦争後期にはジオン共和国を軍事占領している。一般的な兵卒の制服やノーマルスーツには旧校国軍のものがそのまま使われているものの、組織のイメージは大きく様変わりしており、バラが名誉のシンボルになっていたり、近代軍の階級制度がなく、指揮官が騎士と称号で呼ばれたりする。 地球上に点在する旧ジオン公国軍残党や、かつて敵対していたティターンズの残党の一部を配下に収め、ダカールの連邦議会を制圧し、ダブリンへのコロニー落としを観光するなど、地球連邦軍へ戦力を誇示する。地球連邦政府から、ジオン共和国の領土であるサイド3の割譲を認めさせるも、その直後にグレミートとによる武装放棄により、ネオジオン内は、 内乱状態となり、ハマーン派、グレミー派双方とも戦力を潰し合う形で消耗。その隙を得うごと、地球連邦軍に疲れ、最終的に打倒される。機動戦士、ガンダムギレンの野望シリーズや、スーパーガチャポンワールド SD ガンダム X など、次節の新生ネオジオンと、本勢力が、両方登場する。ゲーム作品では、クリプス戦役後のキャラクターや MS が登場する。 場合でも、アクシズの故障を用いている場合が多い。ここでは、アクシズが、ネオジオンに解消した後の機体について扱う。解消前の機体については、アクシズアクシズの機動兵器を参照。機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場。ハマーンカーンが率いていたネオジオンの残りの戦力と、今までの対戦による、宇宙移民の数の多いコロニーの反乱分子をシャアが、 集め再興させた勢力。名前こそ第一次、ネオジオン構想時のネオジオンと同じだが、ザビ家によって暗殺されたジオンズム大君、その息子であるシャー・アズナブル総帥は、ザビ家のことも急断しているため、ジオン広告、ザビ家再興を目指していた、旧広告残党軍とは、理念が全く異なる別組織であると言える。ジオン広告のザビ家独裁を否定し、 それ以前のジオンズム大君の理想である宇宙移民者スペースの井戸の自治権確立実現を掲げる。それゆえに一年戦争時代のジオン公国に対しては否定的だったサイド3以外のスペースの井戸も協力者として取り込むことに成功している。また、奇軍の際、シャアはエグムなどの反連邦セクトや旧ハマーンハザンゾン軍のうち最大勢力である。 断次弾派を取り込み、さらに地上から辛くも撤退した部隊も少数ながら戦力に加わった。シャアとネオジオンの動きに対して連邦側はスイートウォーターに反連邦組織が集結していることまでは掴んではいたが地球連邦宇宙軍のロンドベルがすべてのコロニーを探索しても結局シャアによるネオジオン結成宣言と 連邦政府への宣戦布告まで発見できなかった。ロンドベル司令のブライトの値採枠、連邦の支配を嫌い、シャアを支持する一般市民が多く、彼らがガードしていたと語っている。本拠地は難民用に建造されたスペースコロニー、スウィートウォーター。国章はジオン広告のものと異なる。略式でない国章はスペースコロニーの上に翼を広げる足である。 ハマーン時代と異なり、モビルスーツなどの交渉のあった、小惑星やシ図は、連邦政府に接収されていたため、モビルスーツの生産は、地球連邦軍の兵器の生産も行っている、アナハイムエレクトロニクスに発注を行い、グラナダ工場が生産を受け負った。地球に隕石を落として、人の住めない星とし、強制的に人類を宇宙に移住させる、地球寒冷化作戦を完工するも、 その途上で総帥を含む戦力の大半を喪失して、作戦も失敗に終わる。なお、ジオン公国の復活が目的ではないため、サイド3のジオン共和国とは、表向きは、つながりはないが、資金面や装備面での援助や、旧ジオン公国で、大訓派であった、政府高官が、ネオジオンの高官に就任して、シャアを政治的にサポートしている。機動戦士、 ガンダム UC に登場。組織規模などが小説版、アニメ版、そしてンデシネ版で異なるため、本校では全2項目に合わせてアニメ版での設定を主に記載する。シャアの反乱から数年後に活性化し始めたネオジオンの残党組織。使用する MS に襟や袖のようなエングレービング風の装飾が施されているため、連邦軍などからは袖付きと俗称される。 この装飾の理由は、第二次、ネオジオン構造後、雑多な勢力の寄り合い所帯となった軍をまとめるための一生であったとされる。所属する当事者たちは、この故障を別称と捉えている者が多く、自らは単にネオジオンと称することが多い。総帥、シャア・アズナブルの行方不明をきっかけに、チリチリとなった軍を、シャアの再来と呼ばれる仮面の人物フルフロンタルが、 領収となりまとめ上げた。解放されれば連邦政府を転覆させると評される。最高機密、ラプラスの箱を手に入れるべく暗躍する。一定程度は組織化されているとはいえ、ハマーン時代、シャア時代のネオジオン軍と比較すれば、極小程度の戦力しか有していない。懐事情についても以前に比べて、かなり厳しい様子で、最新兵器も一部所持してはいるが、 使用する MS の OS やフレームは、宇宙世紀90年代前半の流用などが、大半を占める。また、3年前のシャアの反乱の際アナハイブへの、発注を最後に追加生産の予定がないパーツや、ワンオフとなっている機体やドラッツェ等のリサイクル MS、10年以上、前の戦乱で使われた1年戦争、クリプス戦役時のギガンや、ゲルググや、アイザックや、 カザシー島の旧式機体が現役で運用されていて、さらに主力量産機の配備や、機体の修理すらろくにできないほど財政難に陥っている。挙句の果てに、最終決戦のメガラニカ周辺中1機戦に出撃した艦は、エンドラ級が2隻、ムサカ級が1隻というありさまで、機関、レウルーラは5爪として、戦闘には参加もしなかった。そのため、 連邦からは合法的な正規の軍組織ではなく、テロリスト集団とみなされ、袖付き内部もある程度はその現状を認めている。また、正規交戦相手の扱いではないことから、国際法の適用や戦時条約の締結が期待できない。捕虜の取り扱いや、その他諸々の権利を対戦相手である連邦へ主張しようにも難しく、連邦側にらわれた場合は、 戦争捕虜ではなく犯罪者として拘束、処罰される可能性が高い。フロンタルのカリスマ性に浸水するものが数多く軍に志願している。直接的には、シャアの結成した前述の神聖ネオ・ジオンが母体になっており、そこに旧ネオ・ジオンの残党がザビ系唯一の生存者ミネバ、ラオ・ザビを最高指導者にいただくことを条件に合流し、 さらに地球残存の旧ジオン広国軍残党を取り込む形で成立した。そのため、アクシズシャーの反乱時代から継続して参加している、古参の兵士や、旧ネオジオン以降には参加したことのない、地球での私服を長い間強いられてきた旧広国軍残党も多く、求心力を高めるために、軍装や一部 MS の形状や配色には、ジオン広国時代の一生が取り入れられている。 本来は相入れないグループ、残党同士が、ジオンという名や、ジオン KMS を使う、反連邦のみを共通点に集結した合同組織であるがゆえ、戦術の通り所有している、モビルスーツのばらつきが激しく組織内部では、各陣営の対立が状態的となっている。新生ネオジオン出身者とそれ以降に参加した、若者にフロンタルを支持する者が多く、 アクシズ以前からの出身者には、裏でフロンタルに疑問の視線を投げかける者も,も多い。結成の経緯上、上実のようにミネバを名目上の最高指導者としているが、実質フロンタルの支配下にあるネオジオン残党の中において、その影響力は薄らいでいる。そして、党のミネバがフロンタルに反旗を翻して自ら連邦側に見よう。 投じるという非常事態が発生。右与曲折の果てに、地上の残党軍は、トリントン基地戦で、バイアライカスタムや、ロンドベルのジェスタ隊や、デルタプラスの猛攻によって、とある事情で参加できなかった、グフ重装型や基地から撤退に成功したぜ、ズールや、ゾゴックや、ザクデザートタイプやドアジー、イフリート、シュナイド等一部を除き壊滅する。さらに、 宇宙世紀96年5月6日、決戦の場となったメガラニカ周辺中域戦において、フロンタルと新兵隊、多数の主力部隊や機関、レウルーラを含めた艦艇といった、投入戦力の大半を消失してしまう。これに加えて、残る指導者のミネバがガ,ガランシェール隊と共に、事実上連邦に投降したことで、袖付きは壊滅し、ネオジオン軍はサンド歴史から消え、組織だった。 ジオン軍残党は、火星独立、ジオン軍を残すのみとなった。なお、袖付きは、ジオン共和国政府とは、表向き関係はないが、一部の共和国政府、関係者や、共和国の右派政治団体と裏でつながっている。フロンタルの執務室に掲げられた装飾から、ザビ家のジオン、シャアのネオジオンの国章も尊重していることが、伺えるが、国章は前日の二世帯のいずれとも異なる。 ありがとうございます。